去年と今年の椿祭りで販売したのと、今日今回で3回目なんですけど、こう、まあ、島がどんな島かっていうのは知ってたんですけど、じゃあ島民の方の生活がどんなかっていうのは全く知らんかって、で、じゃあいざやす子さんとか行かしてもらって、まあ、料理は自分たちでしたんですけど、まあ、やっぱ言わんでも出てくるものがで、それがまずええとこですね、島の皆さん多分出してもらっとると思うんですけど、それで買い物とかどうされようかなと思って、不便してることありますかって聞いたら何もないですって言われて、それにまず驚いて、こっちは不便しとるんかなと思って活性化じゃって言ってましたけど、もう皆さん島に満足されとって、それに驚いたし、で、やす子さんとこは船ですね、船ずっと言ってくれるし、この子らも最初はすごいなんか他人行儀で島の人のなんか敬語使ったりで、まあすごい当たり前のことなんだけど、でもなんか島の人と話したの聞いたらこうなるよなとか、なんか本当あよりなんか仲良くなってくれたって、ね、秋とかって初めてなのにこんなに打ち解けてくれると思ってなかったし、もうなんか分からん、分からん。そのお母さんとか、まあ、家に帰っていつもご飯があるから、今回この生活をして、まあ飯があるのは当たり前じゃないなと思って、家があるのも風呂もあるのも当たり前じゃなくて、前の人たちがちゃんと僕たちの世代につないでくれたから、今の僕たちがあるんだなと思って、ごめんなさいそこをめちゃくちゃこの1週間で学んだなと思いました。本当にありがとうございました。まあ、太田さんが来てくれたのが一番嬉しかったアンケートで回った時に、あの最初の方は顔も硬くてなんか怖かったで、アンケート聞いとっても、私はもうそんななんかあのストーンみんなでって感じじゃないからって言われて、で、あ、じゃあ来てくれるのかもしれんなって思って、で、調理室から車見えた時もめちゃめちゃ嬉しかったです。もちろん他の方も僕らが来たらもう、あーって言って挨拶してくれて、手振ってくれて、いろんなもんくれてめちゃめちゃ嬉しかったし、また帰ってくる場所が増えたなと思います。僕はもう、あの、頭良くないけど体だけは動くんでもうまた慣れたら木も登れるし、あの運動会をこう呼んでくれたら日島を一番にするあの力はあると思うんでまた何回でも帰ってきますのでお願いします。ありがとうございました。日島に今回初めて来て、食料とか出て困るんやろなって思って最初は来たんですけど、もうみんな皆さんがもういっぱい食料とか与えてくださって、もう普段よりも豪華な食事ができて本当にありがとうございました